どうもこんにちは、国尾です。2020年の6月の12日ということになっております。まあ、金曜日の午前中なんですけどね、結構な午前中なんですが、お届けするのはお昼ぐらいになるんじゃないかなと思っています。今日はなんですけど、コメント返しですね。鞘師里保ちゃんのハロプロ役割メタル拡大 AR の価値観ダンサー歌手などという動画と、あとスーメタルアイドル対メタル握手会接触論をこのイコールではないみたいにしたものと、広告に黄色信号、それはもう僕の個人の話で、まあ、その辺も補足しながらお話しますけど、というような感じ、まあ、長くなりがちなやつですね。そして、簡単な告知、もう最初と最後にしますので覚えておいてほしいんですけど、今夜ですよ、6月の12日の金曜日の22時ぐらいから、もうシステムちょっと前と違うのやってみようと思ってるんで、22時、23時ぐらいを注目しておいてもらえたらいいんですけど、まあ、内容によっては1時間、内容によっては2時間ぐらいな感じで、生ライブというんですか、YouTube ライブの方2回目ですけどやってみたいと思っております。もう質問もちろん歓迎ですし、もしそれがなくても自分的にこういうテーマ、何もなかった場合はこんなことを淡々と話していくよなんていうことを Twitter で魅惑の国をでやっておりますけど、そこで後ほど発表し、お付き合いいただける方とは一緒にやっていこうというような感じでございます。当然まあスパチャなんていうシステムを使っていくんで、ね、もういろんな余計なこと言いませんけど、機材周りなどご協力いただけそうな、感じでしたら、その時に、まあ話の内容でいいですから、しょうがねえなと思ったら、まあ、システム使っていきましょうということでございます。ね。なんかあんまりお願いするの多くてもしょうがないんで、この辺にしましょう。で、今日のコメント返し、少しルールを説明します。お名前お呼びするところで、まあ皆さんとやっていくのはいつも通り変わらないんですけども、レンジャーズさんとグッドグッドさんの件はまとめて、そちらの方でやり取りしていこうというような感じなので、これ無視してるわけじゃなくて、その方が内容がすっきりするかなと思ったので、ご理解お願いします。あと、コメントの中で僕が発言をすることによって YouTube のルールに反するようなもの、これに関してはお読みできない部分がいくつかあるので、それは私の方でその時に説明してお返しはもちろんしていきます。そういった形でお付き合い願えれたと思っております。では早速いきましょうかね。じゃあまず最初の方の鞘師里保ハロプロの役割メタル拡大 AI の価値観ダンサー歌手の方に書いてくれた方々にお読みしお返ししていきます。車椅子さん、ライブビューイングジャパン社がライブビューイングフェス2020の開催を発表しましたね。ハロプロのメンバーとベビメタが同じフェスに出てくれることが願いです。おうちでフェスが現実となってきましたね。また全世界で日本の音楽が同時視聴されるようになるのですね。楽しみすぎます。いつもありがとうございますね。これライブビューイングフェスっていわゆるおうち時間、いつもなんですけど、現場派というんじゃなくて在宅派って言われる人にはすげえ楽しみなことなのかななんて僕思いました。で、僕その在宅派現場派と言われたら、もう昔から僕を知ってる人は知ってるかもしれないですけど、めちゃめちゃ現場派なんですね。でまあその人間が今年は本当にこのウイルス系のショックとか関係なくで YouTuber やっていこうというふうに決めたわけなんですけど、それでまあ皆さんとこういう時間があるわけですけど、まあ、現場派からするとフェスとか音楽っていうのをこんなパソコンとかスマホの世界観で見てどうすんだなんて思ってたんですけど、まあ、この何ヶ月か過ごしてみて、そのやり方で分母が1億2600万じゃなくて75億っていう地球上を包括でできるんであれば全然ありで、むしろ比較すればするほどスタートが日本人遅れてるよねっていうふうなことにたどり着いてる気がします。ですので僕の場合そういう観点からライブビューイングジャパン社、どういうふうなアプローチ、新しいアイディア出てくるのかな、今まで通りではないでしょうから、そういったところを楽しみに見ていきたいなっていうことを車椅子さんのコメントから読み解きかぶせてみる、そんな感じでございました。ね、引き続きいろんな情報を出していってください。まあ、僕みたいなこういう絡み方でよければ全然やっていきたいと思っております。お願いします。ありがとうございます。じゃあ、ツイートをお呼びします。おさむ2007さん。このコメントは動画での紹介、回答はいただくんですけども結構です。ここまで読んじゃうんですね。それが僕の感覚。ね、わかりました。これは僕にとってどういう内容だったかというと、ユイメタルとベビーメタルの近々のですね、ヒストリー内容をわからない人向けに、初心者向けにという形で、紹介してくれたという感じでございます。この動画にコメント気になる方は書いていらっしゃいますので、そちらの方を振り返ってみたらいかがでしょうか。お気遣いいただき感謝します。ありがとうございます。じゃあ続いてお読みしましょう。これは次のレンジャーさんのやつは、後ほどレンジャーさん用で回答します。で、お読みするのはノーゲインノーペインさん。鞘師のインスタストーリーで、人種差別に対して抗議する意味のものが上がりました。ベビーメタルも人種差別を否定しているものだと考えていたのですが、ベビーメタルのファンサイトでは鞘師のインスタストーリーに対して批判的な声が多数です。メタルを聴いているのは白人男性が多数ですが、だからといって人種差別に抗議すること自体を批判するなんて、メイトはそんなに、これ要は偏見が狭い目線だったのか、あるいは日本の芸能界の変な圧力を当然のものとして受け入れているのか、いずれにしてもベイビーメタルのメイトにはがっかりです。早く次のステージでの活躍を期待します。でこれはいくつか返信、ここに関しても進行していて、このような人たちを厄介メイトと呼ぶというようなこと、なるほどね。でいろいろここちょっと やり取りあれなんですけど、ノーグリーンノープランさんに、ノーゲインノープランさんに、書いている人たちとか、これいつものルールですね。全然いいんですけど、戦いになるような感じというのを避けていくのを選べたら嬉しいなと思っているんで、まあ、僕個人のはどんな書き方、どんな言い方でも大丈夫です。ですけれども、一応なんていうか第三者であったり、いろんな人が見る個人のやり取りになっている場合というのは、なんていうの、超フォーマルに行けというわけじゃないんですけど、カジュアルな中でもちょっと外のレストランとかバーとかであった最初の会話みたいな感じ、まだちょっと酔っ払ってない感じの最初にあったぐらいの挨拶のことを繰り広げていただけると、環境としてはなんか嬉しいかなっていう感じですね。なんか変にドレスコードとかそういうことじゃなくて、多分その方が社会的な基準ではなんかそっちの方が風通しいいかなって、そういう感じですね。なんて思ってます。なのでそんなことをお話しながら、このノーゲインノーペインさんの話というところ、ちょっと僕なりの考えということをお返ししていきます。人種差別ね、もうこれはいわゆる最近、先週ぐらいかな、外国人の知り合いとかもよく話するときにどうしてもトピックになります。でここは僕考え方がもう昔からなんですけど、一つ決まってて、人種差別をする人がすでにもう人種差別される対象になるんですよ。わかります？言ってること。こういう差別って何でもそうなんですけど、差別することを始めた段階でその人は差別の対象になるんです。ですから一番差別しない発想で素晴らしいというのは、個人の意見であり、個人の成り立ちというところでの議論であるんだったらいいんですよ。そこは例えば人種であったり、宗教であったり、さまざまな趣味嗜好、全部ですよね。ジェンダーも含めてでいいと思います。そこが成り立ちとして自分の意見と違うこと、これはお互い持ち場は一緒で、発言権が同等ということを理解し合ってお話しするってことがルールです。僕はそういうふうに思ってます。でこれができるんであれば、実は差別っていうんではなくてディスカッションなんですよね。ですけれども残念ながらですね、日本だけではないですね、世界中にこれではない差別というのははびこっているというところがもう定期的に出てきますね。なのでここでもう一つ、ベビメタのファンでこれやっていることというのは僕存じ上げてはいないですけれども、ご自身が対象にならないような発言であったり考え方というのを洗練させていくという方がよろしいんではないのかなと思います。楽しいことあんまないですよ、差別というのを繰り返していて。で僕がこれ見てくれてる皆さんとのどういう関係をしたいかというと、エンターテインメント、そして人種もさまざまな人種、多種多様な文化であり人であったりでいいですよね。そこと出会いディスカッションできることによって、今日より明日、明日より明後日というポジティブな連鎖になるような考え方ですね。そこを気づきになるきっかけにするのがいいんじゃないかというのが僕の考え方です。ね。でステージでの活躍は僕も期待していますね。まあこの辺はもう何十世代何百世代前から続いてるやつですね。まあ音楽によっていい世の中を導き出しましょう。うまくそういうとこきれいに言えない。失礼。じゃあ次の文章をお呼びしていきます。ここは2。ちょっと飛ばしですいません。パパ花垂れさん、リプライありがとうございました。テーマを3つ絞ってくれてます。 AI と音楽について AI ひばりさんは2社選択でいけばありとのこと。店と足跡のラーメンの比較。即席麺は僕ダメなんです。初めて食した時の幼児体験を引きずっているので、それはともかくどんなに進化しても即席麺は即席麺だと思います。 AI ひばりさんも同様です。 AI ひばりさんは OK という国尾さんの見解が今一つ理解できなかったんですが、感動という点はどうなんでしょうか。確かにひばりさんのご子息は涙されていましたが、追幕っていうんですか、追爆としてなんですか、追悼ならわかるんだけど、として、AI ひばりさんを見たからだと思います。本物のひばりさんの体験は映像の立体化など映像技術の進歩で十分できると思うのですが、創作部門に関して国尾さんは同意見とのこと。安堵いたしました。AI は万能ですなんて言い出したらどうしようかと思っていましたので。なるほど。ちょっと待ってね。僕この漢字意味がわかんないと回答できないから今調べますね。追母ね。追母。なるほど。死んだ人、遠く去った人を思い出してっていうことね。なるほど。すいません。なるほど。よくわかりました。戻ります。で、これトピックごとにお返ししていきます。これはもうご自身の原体験の中でお話しているので、あれですけど、即席ラーメン、今のちゃんと食べたら、技術もそうですけど、栄養価もしっかりして美味しいですし、いいまで言わないけど、あれはあれでありだと思いますよ。まあ僕は全然食べちゃう派ですね。ライフストックしてる家畜かよみたいなそういう感じですね。なんか日清のカップヌードル系もすげえ充実してて、あれめちゃくちゃ腹いっぱいにすると僕なんていうんですか、あんまり健康的じゃないかもしれないけど睡眠不足派なんで、あんまり腹いっぱいにするとね眠くなるんですよ。なのであれぐらいの方がちょうどよかったりして、結構使えてんだなと思いました。でインスタライブとかではね、日清のシーフードの8割ぐらいになるんですけど、鈴木愛理ちゃんが食べてるシーンなんてもう出してたりして、なんかちょっと嬉しかったりとかいう、そういう親近感楽しんでるっていうのもあります。ね、でこれ AI のひばりさん、ね、ここはね、この僕誤解招かないようにしたいなっていうのは、OK というのはどういうことかといったら、美空ひばりさんを追う人の立場として OK と言ってるんではないんです。美空ひばりさんを知らなかった人で、こういうテクノロジーで復活することによって知るきっかけになると思うんですよね。ですので知っていて見ていて、当然僕は12歳ぐらいの時に美空ひばりさん亡くなってるんですけど、その前の生きてる時のテレビ出演なんて見てましたし、その後もレコード聴いたり様々ですよね。存じ上げてます。でその感動と比べるというわけではなくて、チャンストライがあることであったり、現在のテクノロジーとつなぎ合わせていくことで過去の素晴らしかったものというのが再発見されるんであればいいのではないかなという考え方でした。ね、で AI は万能ですというのはその世代とかによると思うんですけど、 AI が万能な時代に生まれたんであれば今の理由で万能になる可能性はまだ秘めているとは思っていますよ。ですが僕はジェネレーション的なタイミングが美空ひばりさんの現役時代の晩年ということになってしまいますけども、を知っているせいで同じには生涯ならないタイプです。でこの辺の意味合い間違えないでいただければなと思っております。で可能性に関しては、当然ですけど未来がある以上無限に広がっていると考えています、ご意見ありがとうございます。じゃあ続いてお読みします。 B メタと継承について、国尾さんは B メタ代替わり派ではなかったのですか。理解不足、失礼いたしました。国尾さんとしてはベビメタの作ったもの、いわゆる自責を後に続く人たちに残すべきということでしょうか。お話を聞いているうちに僕は歌舞伎役者が新しい芸名、名跡を名乗る襲名を連想しました。ベイメタの残したものを新しい人たちがどう表現するか聞いてみたい。まさに継承なのかなと思いました。芸能に関しての感覚に共通のものを感じました。でも僕は一代変わり派です。エンターテインメントとして作り込んだものを残すという考えは尊重しますが、適さないものもあるのではないかということです。この点は見解の相違ですね、頑固で申し訳ない。いえいえ、頑固ではございません。ご意見感謝します。でこれはどの意見も多分正解なんですよ。で僕の意見というのは一点にもう集約していて、いい大人が10年代で世界に通用するベビーメタルというアイコンですよね。僕そういうふうに捉えてます。でそうじゃないという人と話が分かれると思うんですけど、僕の捉え方で話を進めていくと、そこでせっかくヒット作がだって十何年の中で何グループいますか。この程度だって違う。この価値を世界中に表現できた人たちで、僕はもうそれが答えだと思ってるんですよ。でそれをわざわざゼロにする必要ないんじゃないのっていう発想です。もちろんやりたい人がいて、全員がそこで足並みが揃うってことが表面だけでもね重要ですよ。ですけども、0か1かだったら1になってるものを2にすることの方が全然労力少ないし、期待されてるんで、期待されてるファンの人たちがいる以上、そっちが正解というのは、ここはもう全然10対0で僕は答えですね。で同じ価値かどうかというのはもうこれも答え出てるはずですよ。それは先代1代目と比べるのはナンセンスですね。そういうような話でございますね。じゃあ引き続きお呼びしましょう。高木さゆきちゃんについて、彼女はセンターになれないと自覚しているとのこと。センターもろもろはともかくとして、やはり実力のある子は十分な評価を受けるべきですね。システムはよく分かりませんが、ゆくゆくは独立ということでしょう。僕は勝手にさゆきちゃんの将来のイメージを氷川きよしと思っているんですよ。ところで国野さんのコメント返しシステム、グッドセンスだと思います、タイムラグはあるけど会話が続くのは非常に楽しい。国野さんも大変とは思いますが、いろいろ工夫をして続けていただきたいと思います。相変わらずの長文乱文失礼しました。また書かせていただきます。嫌がらないでくださいね。いやいや、もうありがとうございます。嫌がらないでございますね。これまあ賛否両論あると思うんですけど、まあ僕のスタイルとして合ってるのかなと。まあ、パーティーを作っていった時もそうですし、人間関係のところ僕比較的ディスカッションシステムで、あんまり差別区別はないんですよね。どうしてかというと、自分の方に発見が多いというふうに思っているタイプだからですね。でもそうじゃないですか。だって自分が生まれて知って隣の人やつだけと生きていくっていうふうに選んでいたら、ある種価値観とか考えというのは親であったり子どもの頃の環境というところにはストイックに整理され洗練されたという言い方にあえてしますか、そういう人間になるかもしれませんけど、まあ、そこに興味があったかって言ったら僕はあんまりそこに興味はなかったですね。どうやってよく自分探しなんてするって人いるじゃないですか。僕自分なんか探さなくてもいいし見つかんなくていいって考えているんで、だって分かんねえもん。で分かったってしょうがなくないですか。自分で自分のこと分かってもなんかどうすんのっていう、この中での解決もう思想もないなと思ってて、まあそういうとこなんですよ。結構僕自分に冷たいとこあるかもしれないんで、ね、そこはありますね。でこのグッドセンスと評価していただいたのはありがたいですね。まあでもこういうやつだと覚えててくれたらいいっすよ。で全体の像が気になって、全体の像、環境というのは才能とも思っているんで、隣にいる人たちと、まあ、しっかり今の感じっていうんですか、だって明日になったって来年になったって言ってること変わったっていいと思ってますからそんな感じですよ。だって気分違うもん、時代も違うし、何が変わるか分かんないですからね。でそういうようなことを踏まえた、例えば今日の6月12日っていう感情をこうやって残しておけたり話していけるのはいいかなと思ってます。ね、タイムラグはちょっとなるべく短めに1週間以内ぐらいでは考えてますんで、その辺ご了承いただければと思ってます。で、高木さゆきちゃんの氷川きよし論ね、これ面白いなと思ったんですけど、僕はこれでどのポイントで高木さゆきと氷川きよしを例えたかによるんですけど、結構パッと探していくとあまり結びついてないんですよ。なんでかっていうと、氷川きよしって演歌界の中でちょっと可愛らしい感じ、若い子で頑張ったっていうところで地位も取ったと思うし、そこに対して挑戦は続いているというところ、まあ、これがなんか分かりやすく言ったらこれが一つの像だと思うんですよ。で高木さゆきちゃんどんな感じかといったら、ハロプロの研修生時代からそんなになんていうの待遇が良かったわけではなくて、いい待遇をされてたわけではなくて、常に同世代の他のライバルとか可愛い子っていう言い方になっちゃうかな。最近も全然可愛いんだけど、でそういうところに2番手3番手になってしまうような状況だったと思うんですよ。ただ唯一歌は上手っていう評価はあったのは間違いないんですけど、だけどそのジュースに入ってからの今までで、じゃあ一番歌はうまい子はって言ったら他の子が上がってみたりね、僕歌唱力の技術とか音楽の探求とかでいちいちこの嫌なやり方ですけど点数つけてったらさゆきがダントツなのは知ってるんですけど、その僕ですらじゃあそこをいちいち言って証明してあげようかと思ったら、佐伯がそういうの好きじゃなさそうなのなんとなくわかるからやらないがちというね感じですよ。ね、この辺はですので、高木佐伯という存在像っていうのは僕すごく月見草的な存在だと思ってるんですね。野村監督じゃないですけど。で氷川きよしって比較的演歌界で言ったら原辰徳的なポジションじゃないですか。過去の大きな長島王みたいなところではなく、新世代の若大将みたいな。なんかそういったところで結構違うような気がしてるんですね。原辰徳がいい例えかもしれないですね。氷川きよしにはそれをなんか感じるところもあります。高橋由伸なのかもしれない、ちょっとわからないですけど、そういうような感じですよ。で佐伯にはちょっと月見草、雑草、魂絵的なものの方を感じるってことですね。まあそれは僕の見方でした。でも引き続きこんな話し合いも面白いかと思ってますんでお付き合いください。ありがとうございます。じゃあツイートをお読みしましょう。ちゆさん。くにおちゃん最近のベビーメタルを知らないからあまり話が広がらないね。りおちゃんからベビーメタにハマった私の方が詳しいかも笑い。失礼なコメントしちゃってごめんね。ちゃんとハロンの動画も欠かさず見てるから許してね。ありがとうございます。いえいえもう。多分ある分野あるジャンルは掘り下げていったら当然ですけど、僕より詳しい人皆さんたくさんいらっしゃいますよ。で僕が何をもってこういうような話をしているかといったら、僕の体験してきたバランスと、僕がまあもうバレバレだと思うんですけど、音楽ファンなので、僕の音楽ファンとして1975年生まれの見てきた世界観、価値観、あとまあ国というのはね18カ国というところを自分が好きですけど、あちこち行って見てきた経験、ルールなんていうのが頭の中に流れているので、まあそこというのでこんな風な面白い見方もあるよっていう提案ができればいいのかなと。まあ、僕が逆だったらそういう自分の体感経験と感受性で話をしているっていうところはどんなに詳しくなくても全然価値を感じるということですよ。まあ、ですのでそういう人間がお話ししているというふうに考えていただけたらいいのかなと思います。まあ、おかげでもうねベビーメタルの話は皆さんの知識量の僕に表現してくれた部分というところで見ることができているんで大変有意義に感じています。まあなのでこんなところ知らなきゃダメだよってことありましたら引き続き書き込んでやってください。必ずチェックします。ありがとうございます。じゃあ続いて参りましょう。ルナメタルさん。こんにちは。気になったことがある時だけコメントしてます。アイドルの接触の件です。多分ですが CD に接触を伴うサービス権をつけなければ大した問題ではないように思います。そのことがセールスやランキングに多大な影響を及ぼして音楽ランキングそのものが形骸化することへの不満から毛嫌いされているのではないでしょうか。確かに国尾さんの言うように法に触れないならありと言われればありなんですけど、これは感情論なので正解はなさそうですね。ただテレビかネットか覚えてませんが地下アイドルを取り上げたコーナーでその地下アイドルさんが言い放った言葉を今でも覚えています。 AKB さんがあそこまでやるなら私たちはもっとすごいことをしないといけない、こんな感じのインタビューでした。映像もちょっと目を細めるようなものでした。国尾さんはこの影響力についてどう思いますか？私はかなり危機感を覚えています。それではまた気になることがあるときにコメントします。適当にあしらってください。笑い。ありがとうございます。いえいえ気分で大丈夫ですよ、ね。まあ僕は気分というのでそういう言いたい時というのが本音のこのボルテージが高い時なんじゃないかなと思ってますし、毎日言いたいことがある人ももちろん大丈夫です。これはもう個性ですからね。でこれ音楽ランキングのところで考えてっていう話ですけども、これはだんだん是正されてきてると思います。いわゆる今の若い子たちオリコンランキングをヒットランキングとは考えてないと思います。一つの目安としては皆さんね参考にはしてると思いますけど、思うほどバカじゃないですからね。コントロールされたセールスなのかそうでないのかということだけれども、株価と似てる感じかな、筆頭株主が強いんだろうなみたいなことを、もうそれも今データすぐこれで調べたら出るじゃないですか。なので音楽の評価というところにイコールになってないのはあるけど、なんだかなと思ってる人たちは同じくたくさんいるということです。ある種正常ではあるかもしれないですよ。でここは僕そういう考え方ですね。で、このアイドル、地下アイドル取り上げたコーナーので AKB のあそこまでやるか論ですよね。で、それで地下アイドルが頑張りをより上に行く、違う方向でということのお話なんだと思うんですけど、これ影響力どう思うかという質問にお答えします。で、僕はこれもずいぶん前からやる人はやっていたと思うんですね。ですけども、テレビとかが制作していく上で面白おかしく、僕はこれ現場を知らない人に向けてテレビは煽ってるだけだと思ってるんで、それで地下の子たちでもそういう子たちってなんていうか、過剰にエスカレートしていく子たちって段階で言ったらもう最後の手じゃないですか。なのであんまり長続きしないんですよ。で、その最後の一発でニュースになって誰も得しないケースなんですけど、そのニュースが流れたところでその子はもう活動を終えてる可能性があるんで。だからそこの時系列をどこなのかっていう風なのでニュースを読み解くことをお勧めしますね。例えばここで過剰なということを言った子がその後今、例えば今どうしていらっしゃるのか。で、今もそれを続けているっていうんであれば、ある種それは才能なんですよ。なんでかと言ったら、メディアをうまく牛耳れてる、メディアをコントロールしながら自分の地位を築けるという能力があるということですから。ですけども、これはおそらくキープがほとんどの地下アイドルの方はできないと思います。これができるんであれば地下アイドルじゃない仕事をしているはずっていうのもありますし、事務所もこれをキープできる能力があるんであれば違うステージの仕事ができている可能性が高いと思っています。ですので、ここの影響力というのは僕はすごく限定的、そしてそれを続けられるっていうんであれば、ある種何かの才能、そしてこれをトピックとして捉えて次の段階というのを考えていた人で、3つ目で言うんであれば、これをハロプロとか他のアイドルタレントと一緒にしてほしくないんですね。なんでかと言ったら、行ってみて体感したことであるならいいんです。ですけども、テレビで言っていること、テレビで発言したことというのは、今の1、2のところでフックがかかっている可能性があるので、情報を整理する上で重要なのは、僕再三言っていると思うんですけども、見て、聞いて、確かめて、自分の感受性に落とし込めたこと。ここがとても重要だと思います。自分の感受性というのは隣の人の感受性という情報整理というのも重要だと思いますけども、ここの隣の人、ここで言う隣の人もその現場の感想である一時的な感想というのを自分の隣に置くってこと。これが非常に情報の湿度、密度、全てが高いものなのじゃないのかなというふうに考えております。引き続きこんな話はしていきましょう。ありがとうございます。じゃあ続いてお届けしましょう。愛と真実のチャンネルさん。ボカロ曲プラスホロライブプラス超高音質矢印次世代アイドル、もうこの図式ができました。ベビーメタルと鞘師の出る幕はないです。で、ゆいかさんが言い方笑い笑い笑いとご意見ありがとうございます。これはすごく強い意見だな、ね、あ、でもご本人ちょっと前に書いてあったんだ。この追伸のところが続いてると僕追伸を先に読んでしまう。じゃあ本文の方を読みしますね。試しにホロライブ歌ってみたで検索してみてください。始まったばかりのアイドルですが、ホロライブは止まらないという合言葉が凄まじい勢いを感じられるかと思います。僕のおすすめは、ペコラちゃんのドラクエ5プレイ動画ですが、歌では時の空さんが意欲的に歌ってみた動画を上げています。下は仮の例として紹介します。歌、角巻渡め、ジャンキー様作曲、バブルラブ。で、リンク貼っていただいてます。すいません、順番間違えて。それで、この図式ができたというふうに。で、そして最後、ベビーメタルと鞘師の出る幕はないですというね、ちょっとインパクトの強い言葉で締められております。で、この愛と真実のチャンネルさんのリンクも拝見しました。そして、ホロライブ、いくつか僕なりに確認しました。まずは僕のホロライブの感想というところを述べますね。新しいかどうかというのはこのジャンルを僕追ってたわけではないので、似たような類似の YouTube も拝見したんですけども、とりわけ新しさというのは僕の感受性では感じなかったというのがまず最初のお話です。そしてここのホロライブの独自性というところ、これはね、読み解けていないところもあるんですが、おそらく愛と真実のチャンネルさんのように多分こっちを追われてた方だと思うんですけど、何かのフックトピックですかね、2020年のこの今のタイミングで引っかかるものがあったから届いていると思うんですけど、僕その文脈というか時系列がすごく乏しくて、ドラクエ5プレイとかの他のは見てないんですよ。で、さまざまなこの作曲家の他の作品とかっていうと、もう1曲ぐらいは聞いたんだけど、これ本音を言いますよ。僕これを聞くならば他に聞きたい歌手の曲というのが結構あるんですね。なのでこれ愛と真実のチャンネルさんが書いてくれたから聞いたけども、もしそういうようなことがなかったら探求していかない可能性があるなと思ってます。最近ハロプロもアニメソングがあって「ラブライブ!」とかを僕最初の頃は少し勉強のためみたいな感じで聞いてたんですけど、しばらくまあいいかなと思って聞かなかったんですよ。それで今オリジナル曲を聴き直していたりするんですけど、まあ、そこの発見はまあまああるっちゃあるんです。ですけどもそことホロライブを比べてみたらまだ僕ラブライブの方が聴き方が耳がそっちなのかなって思っちゃいました。そんな感じかな。でこれがダメと言ってるんじゃなくて、そこのつながるところのつながりがわからないので、もしホロライブのルーツっていうんですか、例えば YMO を好きと言って聞いてみたらクラフトワークいいよねって言ってクラフトワーク聞いてみてなるほどみたいになるような感じですか。そういうようなのがご案内いただけるようだったら面白いなと思います。まあベビーメタだったらメガデスメタリカとか言ってる人とかもいるじゃないですか、まあ、そういうような似たような感じです。ですのでご案内もう少しいかないと僕の探索する能力ではまだキャッチしきれてないなっていうことでございました。ですけれども新しいの聞けるきっかけをいただいて感謝します。ありがとうございます。引き続きお願いします。じゃあちょっとねこの動画2回に分けようと思います。あまりに長くなりそうなので最後のコメントをお読みして次のトピックというのを上げるときには別動画というふうにしましょう。三輪坂歩さん、コメントレスありがとうございます。以前の国尾さんの動画でアプガ2期のことを述べられていました。アプガ2期は、野球で言えば独立リーグということですね。そこで調べたのですが、アプガというグループはハロプロエッグから外れたメンバーの受け皿として作られたグループということが分かりました。山田社長は里田前の才能に気づけなかったことを反省して受け皿を作り、いろいろな才能を見出そうとしたということですね。その考えには共感しました。山田社長は受け皿というだけではなく、ハロプロファン以外の人を取り込もうとしたということ、つまり隙間を狙ったわけですね。この考えにも共感します。私的にはアプガ2期の良さは素人っぽさですね。そこにほうちゃんという子が入って特色が出ました。これは盤目が来るっぽいという盤目がくるっぽというメイド喫茶出身の女の子が入っているのと同じですね。クルッポがいないバンメは普通のガールズロックバンドになる気がするので、もう少しモームスアプガと差別化するなら楽器のできる子を入れるといいかなと思います。ラッタンプイコなんかは同年代の女の子が同じ服で楽器隊として後ろで弾いているのがいいですね。楽器ができる可愛い子ちゃんをその辺から連れてきた貝みたいな金箔みたいに弾いてる振りなんて面白いですね。楽器隊のいるアイドルグループはありますが、なぜか顔を隠したり違う服を着て、黒子に徹していて残念に感じています。隠している理由に弾いている人がプロということもあるのかな。ほうちゃんの 1,2,3 を踊ってみた動画を見ました。うまいですね。次にモンスの 1,2,3 を見ました。さやしが12歳ということを考えるとすごいの一言です。教習生やほうちゃんがさやしを理想とするのが分かります。摩天楼ショーはカップリング曲だったんですね。以前国尾さんが勧めていた曲ですね。巡り巡ってたどり着きました。この時代のモームスは素晴らしいですね。鞘師ファンなのに知らないことが多すぎます。笑い。いや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 。ね、アプガに、そうそう。いいですよ。これは、野球がうまくて、プロ野球の12球団のところに、まあメジャーでもいいんですけど、そういうところに、韓国、台湾でもいいんですよ。そういうプロ野球のところに入らなくても野球がうまいっていうことがあるじゃないですか。で、ハロプロファンは、これ残念なんだけど、ハロプロというくくり、プロ野球ファンが例えばプロ野球選手12球団以外の野球うまい選手とかの話を熱弁してるかといったらそうじゃないじゃないですか。ですから競技は一緒なんだけど、組合が違うっていうことに、組織が違うということに対して日本人ってすごくそこに相入れないところってなんかあるんですよ。で僕の場合どうかっていうと、僕の場合それはあまりなくて、だけど言えるのは情報量の差が出るってことですね。で情報として知ったら全然思いも入るし気持ちも入るし、アプガ2期の場合は、まあ、メンバーとお話できるっていうね、まあ山田さんがよくしてくれてるってのもあるけど、間柄になってるから彼女たちの個性というのが分かって思い入れが違うところに行くというのもあるんですけど、まあですけどもその距離感というのも一つの現在のアイディアですからね。僕これは実力というところで言ったらアプガ2期頑張ってる姿勢というのが応援でき、そしてクオリティというところではハロプロの他のグループと比べても、ハロプロのグループと比べてもにしますか、そんなに引けを取るものではないことを分かっているので、僕がゆえにアプガ2期というのは非常におすすめで、いいということを言える、そういう感じでございますね。でほーちゃんはもう超絶可愛いんだけど、ほーちゃんはそのアップフロントハロプロがやってるエッセンスを自分の中に入れていて、山田さんメイドに徹底しないほーちゃんクオリティがあるというようなこういう微妙な言い方ですけど、それ感じるんですね。彼女の魅力はそういうところにあると思います。ね、でこの楽器をやったりとか他のところの話で言うと、もう多種多様ですから、アイドル界というのが例えば80年代のバンドブーム的な何でもあり方面に行ってるか行ってないかっつったら一旦行き切ったと思うんですよ。それでこの2020年型今後どうなっていくかっていうタイミングなはずなんで、ここはいろんな個人の今まで見てきた中での趣味の中での注目点というのを見てどう動き出るかっていうのは今面白くなるタイミングだと思ってますんで、これいいアイディアだと思いますよ。ね、でそしていきましょうか、鞘師里保ね。鞘師里保を、尊敬するハロメン他のアイドルグループもたくさんいると思います。鈴木愛理、鞘師里保は上がりますよね。で鞘師里保の僕この当時12歳の時というところ、当然ですけどこういう動画を作っているから、何かあるごとにおすすめ欄で YouTube に出てきたら見て確認し直してるんですけど、改めて言うことじゃないんですけど、彼女ダンスはすごいじゃないですか。でダンスだけではすごくならなかったはずなんですよ。僕なんつうの、これいろいろ言う人いるけど、体のサイズだと思うんですよ。で体のサイズが大きくなくて、当然少女っぽい、少女だから当たり前なんだけど、少女の時期にこの感じでこれだけ踊れんだっていうインパクトですよね。これはもう僕ハロプロって伝統的だと思うんですけど、後藤真希ちゃんも同じような感じじゃないかと。過去の動画を見ていて、時代が違うから鞘師ほどのキレは出してないけど、12歳13歳ぐらいって小6中 1? 同じことを中3高1がやるのとは意味が違うんですよね。ここにすごく人間が持ってる可愛さっていうんですかね、12歳13歳が持ってる可愛さも宿ってるし、そこで大人顔負けのダンスをするというところ、これも宿ってるし、当然ですけど12歳13歳を過ぎた子たちが鞘師里保憧れすごいというふうに言っているのは、自分が13歳14歳になって鞘師里保の時と違う差を分かっているからなんですよ。僕そういった意味での早熟感というのも鞘師里保にはあり、5年のいわゆる、アベンジャーズは除きましょう、思いっきり鞘師里保という名刺を出しての活動から遠ざかっていても今もなお語られる、そんな女の子になってるんじゃないかななんて感じましたですね。じゃあ話をまとめましょう。本日というところ、ちょっと動画はまた撮っていきますし、夜はこのディスカッション YouTube ライブというのをやってみようと思っております。6月の12日の22時ぐらいというふうに覚えておいてください。で引き続きですが、くにおチャンネルというのは、広告の件であったり様々ですよね。僕がトライしているところというのは割とそのままお伝えしながら、この次の動画でその辺のお話もしようと思います。そのままお話ししながら、サイズ感とかいろんなことも自分の中でクリエイティブなものを見つめていきながらやっていこうと思っています。ちょっと今持ち時間と間に合ってないところがあるんですけども、僕はここ皆さんの見てくれている以上は努力していきますので、今後ともお付き合いお願いします。ではひとまず、くにおチャンネル、鞘師里保ちゃん開始動画第1部という感じにしましょう。引き続き、待ってるぜ。お会いしていきましょう。